そうなんです。なんなの、初めてですよ。怖いというよりも、状況の理解すらできていませんでした。もう、二度と会いたくはないですね。そもそも、こんなことを動画で言って、彼に見られたらどうするんですか。え、声は編集で変えてくれるんですね。ならいいですけど、彼に粘着されたりしたら、まともにマイクラできませんからね。あ、いいですよ。彼と会ったあの日のこと、お話ししましょう。プライベートでマイクラをプレイしていた時のことです。ちなみにシードはこれです。私は遠くの村からの帰りに、砂漠で迷子になってしまったのです。ずっとさまよって、さまよって、広大な砂漠を頑張って進んでいたんです。走っても走っても拠点が見えてこない不安。しかし、進まなければならない。この時、食料も底をつきかけていたんです。あ、これは再現映像ですからね。でも、こんな感じで拠点を探していたんです。あの時は夜だったので、敵もわんさかはいていました。ちなみに、あの時持っていたのは、生のジャガイモ5個くらいでした。そして HP は半分くらいに減っていたんです。まさに、時間との勝負。でも、拠点の位置はわからない。そんな時、私の相棒が拠点の位置を教えてくれたんです。そして、その座標を目指して私は進みました。意外と私は遠くに行っていたんですよねー。途中、たくさんの敵に追われながら、生のジャガイモをかじり、命をつないで、拠点へ急いで向かっていました。何度も言いますが、当時は夜でした。こんなに明るくないんです。そして、至る所にゾンビがたくさん。恐ろしい夜でした。そして、突然事件は起きたのです。拠点の方向で待ち構える無数のゾンビ。私は一人ずつ倒していました。その時です。後ろから何者かに、バシッと、叩かれたんです。そして、振り向こうとしたら、私は倒されていました。そして最後の力を振り絞って、スクショだけ撮ったんです。それが、こちら。見てください。この防具をつけたゾンビさん、ダイヤモンドなんです。こんなゾンビさん見たことありません。ダイヤフル装備のゾンビさん。あ、靴は履いていませんね。でもね、このゾンビさんが出現する確率は、とんでもなくゼロに近いのです。例えて言うなら、コンビニで買った牛丼の上のお肉のトレイを取ったら、下もお肉だった。それくらいの確率なのかもしれません。とんでもないレアゾンビさんに遭遇して倒された私。せっかく手に入れたものを回収すべく走って戻ったのです。しかし、戻りたくても戻れない。そう、場所を忘れてしまったのです。ずっと探しました。しかし、可能性のある場所には何も起きていない。あたりを見回してもアイテムもなければ、ダイヤゾンビさんもいないのです。一体何が起こっているのか、全くわからないまま、私は拠点へと帰りました。これが今回の事件の全容です。皆様も、ダイヤ装備のゾンビさんには、気をつけてくださいね。ドロップアイテムが全て奪われているかもしれません。ああ、怖い怖い。我々 LDN 取材班は、先日、ナバシが出会ったダイヤ装備モブの真実を探るべく、当時一緒にプレイしていた A 氏の元へと向かった。A 氏の指定した、都内某所へと着いた取材班。そこで出迎えてくれたのは、人の良さそうなスキンの人物だった。
こんにちは。はじめまして、と申します。あの日のことが聞きたいんですよね。いいですよ、何でも聞いてください。あのさ、何なんだよ。いきなり失礼じゃないか。信頼している友人です。何撮ってんだよ。これ、カメラだよな。2週間くらい前からでしょうか。あんたらには関係ないだろ。見てみなよ。みんなやってるだろ。確か、初めて2日目くらいの時ですね。最初は罪の意識はあったんですが、回数を重ねていくに従い、何も感じなくなっていくというか。もちろん持っていません。自分の中にもう一人の自分がいて、そいつが命令するんです。やっちゃいなよって。あの時は確か、長さんが村を見つけたと言ったので、一緒に村を漁りに行ったんです。もちろん、悪いことだとは知ってますよ。でもさ、みんなやってるでしょ。村見つけたら、鍵屋探すでしょ。マイクラの常識でしょ。ありましたよ。そりゃねえ、嬉しいんじゃないの。金のインゴットとかそういうのだよ。まあ、嬉しいかな。だってねえ、簡単に手に入るから。って、ちょっと、こんな感じで行くの。ダイヤのモグはもういいの。お、あのさ、質問しておいて次に行くとかさ。なんだよ、この人。わかったよ、説明するよ。私とナバさんは、一通り村を確認してから、拠点へ帰ろうとしました。しかし、拠点の方向がわからなくなって、砂漠をうろうろしていたんです。辺りはすっかり夜になってました。二人とも防具はほぼない状態。食料も少ししか持っていませんでした。とても大きな砂漠。そして、夜。どうなるかわかりますか？そう、敵モグに襲われるんです。必死に戦い、逃げましたよ。しかし、私はやられてしまったのです。リスポーンしたら拠点にいました。私は急いでチャットでナバさんに、拠点の画像を送りました。しかし、返答はありませんでした。おそらく必死に逃げていたのだと思います。話聞いていました。いたずらの前に二人さまよって私が先に倒されてましたし、ダイヤ掘り当てる前でしたし。嘘言う必要ないのに嘘って言われて嫌ですね。確か、あれはゾンビって表示されてたようで、スケルトンって書いてあった記憶なんですよね。スケルトンと書いていたのですが、スケルトンに倒された時は、射抜かれたと書かれているはずが、倒されたと書いてありました。ですが、スクショの人物は弓を持っておりませんでした。なので直接の犯人は、スケルトンの弓矢で射抜かれてはいるが、ダイヤモンドゾンビのダメージ判定も、あったのかもしれません。ハスクって書いてなかったんです。そうですね。でも、これが私の見た真実です。それは質問ですか？文字の頭に9をつけるとややこしいよ。9だけになっちゃったよ。ほんと何？もっと普通の人よこしてよ。わざとだろ、9を散りばめやがって。もしかして、3つの9で、3級って、で、4つだから。こうして A 氏の告白は終わりました。最後に、実際にナバ氏が A 氏とやり取りした記録をお見せいたします。